ライドミーノーミルクセブンティーズマップ何て言うの？セブンティーズマップです。尾崎豊の曲名ね。分かんなかったな。そうか。何が言いたいと思ったら、どうもジジイでーす。お願いします。はい、あのイクパッパチャンネル、あの初めてのコラボのお相手が、はい、あのミルクサッカーアカデミーのお二人です。ありがとうございます。すいません、初めてなんですね。ありがとうございます。ミルアカというはどういうチャンネルなんでしょうか。よくぞ聞いてくれました。はい、ありがとうございます。あの J リーグ全般、あとあの海外なんかもですね、あのノーミルク佐藤先生はデータマンなんですね、サッカーの。はい。そのデータマンの佐藤先生の分析をコメディアンの私井上マーがはっはっはっって言ってるチャンネルでございます。ねえ先生、先生からちょっと分かりやすく、ごめんなさい、うまく言えなかった。あのもともと実はあの、はい、我々あのマーさんがね3年くらい前にダゾーンで今実況をやられてるのもあるんですけど、J3 の、はいはい、その時にちょっとあのサッカーその J3 とかのことをちょっと教えてくれないかってこう頼まれたことがあったんです。はいはい、詳しい。でそれを我々あのね毎月みたいな感じでこう一つのカフェに集まって、はい、1回あたり 3,4 時間ぐらい、ヤバン月北九州と相模原のね対戦についてとか、でこのここの相模原のこの選手はもともと高校の時にこんなことがあって大学の時にこんなことがあってこういう経験をしてきたからこそ今こういうプレイスタイルでみたいなね。小1時間のつもりがもうこれ多分日暮れてもやるぞと思ってきて途中でこの話が面白くてなんかコンテンツできないかなと思っちゃったんですよその時に。まあそっかそっか、すごいもんな。カフェも追い出されましたもんね最終的にね、もう終わりですよっつってそうなんです。それも、ええあってマーさんにこう僕がこういろいろサッカーの情報を伝えていくってことは、はい、ある意味皆さんにこう見ていただくようなコンテンツとして出来上がったのが、はい、そんなのやってます。お邪魔いたします。お邪魔いたします。なるほど。ノーミルクっていうのはそのそこでの喫茶店のでついたんですか。これがですね先生はね、はい、乳製品がアレルギーなんですよそう、はい、シンプルにそこですか。僕がつけたのふざけて言ったら、あ、いいですよっていいんだと思ったそんな感じで続いて、でそっから逆算でミルク作家がで毎日やっぱりこう、うん、毎日届くみたいな、はい、ああなるほど。だから朝6時半にみたいなノリになってずっとそれやってたんですよそうですね、朝でしたよね。ミルク同じね、誰が見んねんっていう時間にそうですね。楽しかった。あのミルアカさんの方でも、はい、あの僕らお邪魔させていただいた回が、はい、ありがとうございます。と思うので、もしよかったらそちらも、そうです。ありがとうございます。その説はね、あの、はい、いろいろガンバの、ガンバというか、まあ、いろいろ僕たちの話を聞いていただけたので、こっちのチャンネルでは、ちょっといろいろ質問をさせていただけたらなと思ってます。はい。はい、もう、はい、マーさんがもうバンバン答えてくれると思うので、皆さんいやいやいやあの、どうやったら売れますかね。僕たちどうやったら売れますか。ほら俺じゃないじゃん。マーさんだよこれは。誰か教えて。誰か教えて。笑い聞く人間違ってますよ。いやいや。ガンバ、うん、ガンバの話。うん、シンプルにちょっと聞きたいことがあって。はい。レアンドロ・ペレイラとチアゴ・アウベス、はい、あの J リーグから移籍してきたんですけど。はいはい、J リーグから移籍してきたんですか。J リーグの中で間違いではないですよ。間違いではない。今はアウトに打たれます。J リーグの試合って見られてます。見てるよ。誰やと思ってんの。ちょっと調子悪いんじゃない。どうしたの。しかもこのクレイジーデータマン（褒め言葉）ノーミルク佐藤先生は全試合見てますからね、ほぼ。そうですよね。もうで寝てはるんですか。普通に寝てます。全然。海外の試合とかも見たりとかしてるんですか。見てます。ですよね。あの今日あのこの収録ほぼずっと寝ないで起きてるぐらいなんですよ。実はたまたま。これあの2月10日に我々ね収録してるんですが、朝5時から、はい、あの久保建英の、はい、あのそうそうそうヘタフェとレアルマドリドの試合があって朝5時に、そこからずーっと見たらもんなんで、その前からずーっと。そうなんですね。すいません。最近動画も毎日3本出してるんです。いや、そうですよね。
ちょっとその選手は実際どうなのかなっていうのをちょっと印象というか、なんかアンドロ・ペレイラ選手のね、はい、イクパッパさんでも特集組んでましたもんね、はい、奥さんが強そうって言ってね、そうそうそう僕らが出せる情報ってもうインスタまでなんで選手のぜひ教えていただきたいと、はい、じゃあどうしよう、はい、順番的に今名前出た順で、はい、まあ、レアンドロ・ペレイラからいきましょう、はい、はい、はい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 、あのよろしくお願いします、はい、お願いします。おそらくはあのパトリック選手も基本的に、まあ、いらっしゃるじゃないですか、あの、はい、ガンバには。なんでちょっと役割被る部分もちょっとあるかなと思うんですが、基本的には敵陣で の空中戦がべらぼり強い方だと思っていただければいいです。はい、あと相手の、ディフェンダーとの駆け引きがちょっと上手い選手だったりするので、そのクロスとかですかね、とか、ね、ちょっと可愛く言うんであればいたずらっ子ですね。どういうの、はいはいはい、先生はね、そういう愛に満ちてね、全リーグを見てらっしゃるのですごいな、そうそうそうなんです、はい、あのたまにお姉に見えるんですけど決してそうじゃなくてどっちかってお母ですね、どっちかっていうとね、そうなんですよ、お母なんです、はい。あのペレイラ選手はある程度ちょっと自由度も与えてあげた方がいいかなと思うんですけど、ある程度こう厳しさの中でこうなんだろう、自由を作ってあげられるような人なチームだとかなり活躍できるかなっていうのがあって、で広島時代、いわゆる去年2020年ですよね、あの課されていたことは、はい、守備は1個だけ多分課されてたものがあって、最初こう5秒間だけこうプレスで追えみたいなのは多分あったと思うんですけど、なんとなく、そうで、だけどそれの後は基本的にディフェンダーとディフェンダーの間に立ったりだとか、ちょっと裏回ったりだとか、どっかのセンターバックの一人こうターゲットロックオンした状態でずっとこういたずらをいろんな形でしてくるタイプな選手だったりするので、そのなんかツンツンみたいなことですか、いたずらっていうのは、そう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 、あ、そういう、なるほどなるほど、なんで引きが、そうです、なんで周りの方々はだから2列目に入る、分かんないことあったらいくらでも聞いて大丈夫だよ、気使わない、ちょっとね、はい、あの自分なりの表現の時多いんでね、はい、独特ですよ。なんで周りの方々がどれだけあのペレイラさんを見てあげられるかっていうのがあると思います、ね、なるほどな、うん、あのどうしてもあえてその得点じゃなくてディフェンダー、今はディフェンダーのディフェンダーにダメージを食らわせる時間みたいな時間作ってる時もあったりするから、その時にはあえてパス出さないであげて、絶対どっかで俺を見ろみたいなシーンがあるので、そこを見逃さずにパス出してあげたらもうほぼ得点を取れると思います、うんうんうん、じゃあ結構期待していいってことですよね、ガンバに合いそうですね、そうですね、というかもうレアンドロペアで70分やって、でパトリックで20分やってみたいな形でできれば、空中戦も無理だと思います、このチームも。えぐいっすね。えぐい。それえぐいな。入れないっすよね、他のチーム。どうなんすかね。本当よ、本当よ。だから もし耐えれる人が、耐えれるチームがあるんであれば、うん、広島だけじゃないですか。え、広島。だって今のチアゴアウベスもパトリックも所属、あ、ごめんなさい、レアンドロ・ペレイラもパトリックも所属したのは広島だから、広島のディフェンダーでずっと変わってないので、後発戦でやってるから、そうそうそう、練習とかでもやってるっていうことか、うん、なるほど、唯一そこぐらい、なるほどな、うん、かなと思います、すげえな、強力な攻撃陣だ、確かにな、いいね、やっぱこういう人の話はチアゴアウベスはどうですか、チアゴアウベス、チアゴアウベスさんは、はい、今まで一応3年かな、一応は3年分いたって形で、2017年に清水に行って、あと2019のも途中からかな、ね、あと、2020を、まあ、鳥栖にいたって形の選手ではあるんですよ、はい、で一応身長は181センチだったかな、身長高いようには見られるんですけど、どちらかというと周りでこうサポートする系のアクションの方が上手い選手だったりするので、どちらかだからある意味ではさっきのレアンドロ・ペリアが俺を見ろ系の人だったなのであれば、チアゴ・アウベスはお前を見てるぞ系の人間なので、あ、そうなんだ、俺うまく合わせられればいいかなとちょっと思います。ウェズレイとマルケスみたいな関係性ですかね、なんで他チームで話したんですか、古いな、人は古いしフランパス時代のね、せめてなんかマグノアウベスとか誰かとか来るかなって今一瞬思っちゃったんですけど、パッと思いつかなくて昔のパトリックと宇佐美みたいな感じですかね、あ、そんな感じが分かりやすいです、なんでただ唯一今までこう1個懸念点を挙げるんであれば、
あんまりこうチアゴ・アビスさんがこうパートナーを見つけられなかったかなっていうのはあるんですよ。でセンターフォワードで、まあ、身長もあるのでこう使われてる感じはあったけど、多分自らがストライカーになるよりはやっぱちょっと周り生かしてあげる方が得意そうな感じはするので、でこのチームはあの最初確かなんだっけ、この間チアゴ・アビスさんキャンプの合流かなんかの時にこんなにも上手い選手がたくさんいてびっくりしたみたいなコメント残してる、多分本音だと思うんですよ。はい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 。だからあ、俺ちょっと頑張らなくてもいいかもしれないって思ったんじゃないかなって。ああなるほど、うん、負担が減るというか。そうですね。なんで彼が信頼を寄せるパートナーが誰か見つかればチアガーベスはスタメンでめちゃくちゃハマると思うし、だもし見つからなかった場合は、まあ、たまたま合わなかっただけかなぐらいな感じで思ってもいいのかなと思います。ポジションでってなるとどこら辺なんですかね、チアガーベス。右ですか、ね、あの左に宇佐美さんいること考えても、もし433やるなら右ウィング、はいはいはい、で442なら2トップの一角か右サイドハーフ、うん、にはなってくるのかなと。なんで明確なライバル僕は遠山翔司選手になるのかな。あら、うん、完全に、ね、うん、合うのは合うというかポジション的にもそこの勝ち合いになるのかなと思うから。でしかもこれだけ、ね、パトリック、レアンドロ・ペレイラ、遠山一味、うんうんうん、そうですね、いますからね、もうそうなんですよ。そうだ、で宇佐美選手も真ん中できること考えたら、いやいっぱいいますね。そうなんですよ、贅沢なメンバーが揃っていますよね。そうなんです。なんで、ね、チアゴ選手をあえて真ん中で使う意味はそこまで多くはない。 4-4 だったらその一角にぐらいのもんかなと思います。なるほど、うん、すごいためになるチャンネル合ってない。なんか僕らいつも手書きのやつ出していやすごい好きですよ僕。めちゃくちゃいいじゃないですか。もうアナログ感満載でやってるんで、いやこんな嬉しいな、こういうのも聞けて。いやありがとうございます。ちなみにあのお二人はガンバで好きな選手とかいらっしゃいますか。あ、そうですね、ばあさん。僕は遠山選手すごい好きです。遠山選手てます、ね、中村二郎選手のなんていうのかな、はい、天才感っていうか、いいですよ、ね、右脳で物考えてる感とかそういうの好きですねセンス系がいいですね。そうそうそうなの、センス系か、あとあとちっちゃくてすばしっこい系あ、ね、好きだから柴本蓮さんとかも俺すごい好き。あ、はいはい、うん、はいはいはい、川原も好きです。川原も好きやの、僕も柴蓮大好きで、ね、ただ期限付き移籍しちゃったんで。そうなんですよね。一丸選手がはいFC 琉球かな行った時になん か,、はいはい、かもう帰ってこないようなコメントを出してて。あ、ね、コメントってやっぱ気になるよね、そのね、今までありがとうございましたみたいなことを。あ、はいはいはい、はい、近い感じで柴蓮選手も上げてたんですよね、柴本選手も。やからもうほんまどういう感じで行ってんのやろうなっていう遺跡としても気になりますよね。これからですもんね、別にあのそうなんです、離れる時に決まってるわけじゃないもんね。戻ってきた選手のそのコメント振り返りたいぐらいですよね。確かにそうですね。これはどういう意味だったのか。いろいろ読みしすぎてもう僕たちも頭おかしなってるみたいな。恋する女の子みたいになってますね。でもね。先生は。加藤さん、はい。あの僕はやっぱ基本的にもう全選手ってのは変わらないところがあるので。愛だな。なんで僕今回あえて一人この選手を挙げさせていただければ。はい。加藤陽太選手。明治大学のルーキーですか。はい、駒澤、ごめんなさい、明治大学から入るセンターバックの佐藤陽太選手。これちょっと情報入ってないんで、どういう選手なんですかね。ちょっと聞きたい。あの多分ね、あの全国の中でも相当僕は早いうちからこの選手に目つけてたって自信はあるんですよ。マジっすか。あのおいおい、代理人みたいですね、先生ね。やべえやべえやべえ。明治大学の前があの駒沢大高校っていうところにいたんですけど、あの実はの元あの僕本当にあの先生なんですよ、元々が。教員で、あの塾の先生やってたんですけど、はい、教え子があのこの佐藤陽太世代にのディフェンダーやってたんですよ。おー、じゃめちゃくちゃ話で駒沢行ったんですよ。おだから本当に同期なんですよ。だその時に俺の教え子を蹴落としてレギュラーになってるやつどういうやつなんだってのずっと見てて、それが彼だったから、なんかずっとこう着実にこうステップアップして J1 までこうたどり着いたってのがすごい印象的だったのがまたある。すごいな。こんな話してる時楽しそうでしょ、すごい。
すげえ笑顔ですよね。ミルアカ基本声だけでやって声あの顔あんま出してない時が多いんですけど、はい、あのミルアカいつも聞いてくれてる人は先生がこの感情のこの顔になってる時声でわかるって言ってたよもう。そうなんですよ。もともとだから高校時代から結構身長高くて高2だったかなぐらいからもう東京ナンバーワンのナンバーワンのこうヘディンガーというか、自陣空中戦がめちゃくちゃ強い選手でもあったりするので、最初はこうガンバのこのメンツ考えてあえて敵陣までこうね行く必要性はそんななさそうな気はするからだけど、まあもしかしたらそれこそ自陣の空中戦だったら三浦玄太選手にも庄司選手にもキム・ヨンゴン選手にも僕は彼は勝てるんじゃないかなと。マジっすか。年内どっかで出てきてほしいですね、早いうちに。いやでも全然ありえますよね。しかも今だってゼロックスもなんかディフェンダー結構怪我多くて、なんならゼロックススタメンとかもあるかもしれないですかね。もしかしたら。そしたらもう楽しみで仕方ないですね。怖い。そしたら。だ例えばあの2020はあんまりなかったですけど、あの2019の時にちょっとセットプレーとかクロスから失点する傾向ってガンバちょっとあったじゃないですか。めちゃくちゃありました。はい。だあれを解消するために僕は彼を取ったんじゃないかなって元々思ってたぐらいだったので、うん。あとはどれだけこうプロの水っていうのも。頑張っても他のチームに比べてもいわゆる代表じゃないですか、センターバックの格が。そこにまずどれだけ食らいつけるのかっていうのはあると思う。最初は多分苦労はするのかなと思うんですけど、その自分の強みを生かしてこう信頼なんか勝ち取っていってもらいたいなってすごく思いますね。ここ勝ち取るイコールもう日本代表も見えてきますもんね。そしたらガンバより鉄壁ですよ、後ろに。ですよ、もう、うん、宮本塾でもありますもんね、ディフェンダーとしてはね。はい、期待してください。やばいです。いや嬉しい悩みだなこれは。あとガンバ大阪で過小評価されていると思う選手とかいきますか。この選手はもっとやれるというかデータ的にとか。あ、これ先生でしょ。これはありがとうございます。じゃあ、これはもう一人もう明確に高尾さんですね。でしょう。だってさっきのその優勝の文脈もそうですけど、高尾くんが頑張れなかったら今年厳しいですよね。まあまあそうです、ポジション的に彼がいなくなったらもう戦術の幅が一気に下がっちゃうというか、他の全員いろんな選手いると思いますけど、彼一人でできる量がチーム全体ができる量がもうぐんと上がるかぐんと下がるかの差を持ってるぐらいのレベルだと思うので、あと意外とこうなんかセットプレーだったりだとか、あのディフェンスもオフェンスもそうですけど、これちょっとデータに現れない部分ですが、なんかダゾンずらこうじーっと見てると結構なんか彼中心に集まることとかって多いじゃないですか、ここ2年ぐらい。意外となんか後ろで作戦散歩やってるんじゃないってこととか考えても、はい、うん、なんか後ろのなんか実は司令塔役になってんじゃないのかなってちょっと思う。すげえな。そうなんや、そうなんや、はい。何の顔それ。いやもうすごい感動したっす。いやもうそんなとこまで見てんのかっていうことでしょ。わかる。いやー、はい、ということで、あのありがとうございました。本当にありがとうございました。あのシーズン中にちょっとガンバがもし調子悪くなったりとかして、結構僕らも精神的にやられる可能性あるんで、そういう時にデータの力で励ましていただけると。いやそうですね、助かります。じゃあデータの処方箋持って伺います。家も近いみたいなんでご飯行きましょう。落ち着いたらね、いろいろぜひお願いします。でお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ミルクサッカーアカデミーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。